ごきげんよう、中2の英語ですね。現在完了っていうのに入ってきまして、まあ最初やったのが、継続だったね。過去に始まった動作が今もまだずーっと続いてるよっていうのを表す継続という方や、継続という用法ね、勉強してきました。そして前回完了を表す現在完了、まあ、完了の用法といったらいいかな、そういったものを見てきまして、まあ、簡単には見てったんだけど、今日さらにねもうちょっとね復習的に入れていき、そしてプラスちょっと新しい文章をね紹介したというところではございました。はい、ではね、現在完了というのはそもそもですね、はい、どんな形をとるんだっけって言ったら、はい、ハブで主語、まあ、まず主語が来ますけどね、はい、主語が来たらハブ、または主語によってはハズが来ます。はい、そしてその後、動詞の過去分詞形というのがね、まあ、過分と書いちゃうけど、はい、動詞の過去分詞形というのが続いていくということでした。はい、そこで、今回、完了を表す用法では、just とか already というのがよく一緒に使われてくる。はい、just とか、はい、already という言葉がよく一緒に使われてくるね。have、has と過去分詞との間っこ。ね、過去分詞と言いながら、これ過去分詞じゃないですね。はい、cleaned としておきますね。はい、ということでございました。はい、で、just とか already がよく一緒に使われてきます。で、じゃあどんな風に訳を取っていくかというと、just ってのはちょうどということでしたね。はい、なんでちょうど何々したところで、なんていう感じ でまた already っていうのはすでにとか、はい、もうなんていうことだったんで、はい、何々してしまいましたなんていうような、でこんな風にね、訳としては取っていくということでした。はい、だから I have just cleaned the kitchen、 I have already finished my homework、 でそれぞれじゃあどんな意味になるんだっけっていうのは、まあ、前回と同じ話になってくるけどね。はい、私は、はい、主語取ったよ。はい、just だからちょうど何したところ、じゃあちょうど何したところ、ちょうど、はい、clean the kitchen、 はい、キッチンつまり台所を、はい、clean 掃除したところですということなんだな。はい、私はちょうど台所を掃除したところです。はい、そこから I have already finished my homework、 ね、私は、はい、すでにもう、はい、宿題を、フィニッシュっていうことだから終えるということなので、まあすでに、もう宿題を終えてしまいましたね、終えてしまいました、してしまいましたなんていうふうにね取ってあげたということでしたよね。そして、否定文と疑問文というのはねそれぞれあるんだけれども、よくねこの文末に yet なんていうのが使われてくるっていうことが、まあ、このね完了の時は多くてですね、はい、not yet、 つまり否定文中 not yet となった時と疑問文中の yet でちょっと意味が異なったんだよね。はい、否定文中のこの yet、 つまり not yet と来た時は、はい、まだね、ない、まだない、つまりまだという意味で取っていく。ところが、はい、疑問文中の yet は、はい、もう何々してしまいましたかということで、もうという意味で取っていくということなんだね。それなんで同じ yet、 文末の yet ではありますが、否定文中疑問文中ではちょっと意味が変わってくるよということだったんですな。はい、じゃあどうでしょう。 I haven't written the letter yet、 はい、まだないよ。はい、だから私はまだ、はい、私はまだ、はい、その手紙を written、 書いていませんということになってきたわけだな。また疑問文では Has Bob washed his car yet? はい、ボブはもう、はい、ボブはもう彼の車を wash、 洗ってしまいましたか、でなんていうふうに取ってあげればいいんだよということでございました。ここまでは前回の、ね、流れ、まあ、復習ということになりました。さあ、そして今日ね、ちょっとまた新しいお話というか、新しい同じ完了の用法の中で、はい、こんな文章をちょっと紹介しました。I have just been to London. I have just been to London. B 動詞の過去分詞 been というのが使われてまして、まあ、例えばね、継続をやった時に、例えば東京にいたとか、ずっとね、東京にいた、3年間ずっといたとかってね、いるとかっていう、まあ、その存在の意味で取ってきたとか、または、ね、been busy とかっていう風に書いて、ね、ずっと先週から忙しかったです、なんていう風な感じでね、取ってきた B 動詞の過去分詞の been なんですが、はい、今回のね、このね、have has been to、have has been to という形が来ますとですね、実は、どっちかっていうと、この次回かな、予定してます、経験
というね、よくよく出てくる表現と、まあ、同じような表現で、はい、今回完了の中で出てくるとね、この B 動詞の B がなぜかですよ、行くというような意味で出てくるんですよ。はい、だから just だから、このちょうど何々したところというような意味で取ってもらう。はい、それなんで私はちょうどロンドンに、はい、ちょうどロンドンに、はい、行ってきたところですとね、いうことで、はい、行ってきたところね、まずこのね、go じゃないんだね、行くという意味なんだけどね、はい、go の過去分詞は使わない。はい、そして have been to なんていうんで、行ってきたところね、完了の中では行ってきたところというふうな意味で取ってくるということでした。はい、私はちょうどロンドンに行ってきたところですね、ということなんだね。じゃあなんです。その、行くだからって、go の過去分詞の gone っていうのがあります。そいつを使った文章にしますと、例えばこれ、he has gone to London、ね、似てるよね、似てるよね。he has gone to London なんていうことで、have has been to じゃなくて、gone to、ね、go の過去分詞の gone を使うとですね、実は用法がちょっと違った用法になるんです。これ完了の用法で今やってきたけどね、はい、結果の用法になるんです。はい、結果の用法、はい、紹介の中では継続、経験、完了ということで3つしか紹介をしてないんですが、実はこの結果の用法というのは実はもう一つあるんですよね。で、ただこの中学校の中では結構完了と結果が一緒で、ね、出ちゃってるんでね、まあ、一応完了に混ざっちゃった感じみたいで出てるんだけれども、まあ、厳密には結果という用法があるということなんだ。で、この結果っていうのはじゃあどうやって訳していこうかっていうと、これはね、何々、して、しまった、ね、してしまった。だから、つまり彼はロンドンに行ってしまいましたね、行ってしまいましたね、いうような意味になるんだね。はい、ですから日本語としてはそこまででいいんだけど、その含まれてくる中で、その結果ね、その結果ここにはいないんだよ、なんていうようなのが意味的に含まれてくるという、その結果の用法というものになっちまうのよ。はい、行くのね、だからといって go の過去分詞 gone と使っちゃうとね、はい、それなんで、はい、完了の中では例えば just ね、使っていく中では、はい、have has been to ということで、been という言葉をね、使っていくんだ、なんていうのを一つ新しく紹介したというところでございました。はい、ですからね、実はこの後またね、先ほど言ったけど、次回あたりかな、入っていく中で、その経験を表す中でも have has been to っていうのが出てくるんですよ。やはり行くというような意味でね、取っていくのが出てくるんですが、またそれは次回のお楽しみにということでございましたね。はい、ですからこの have has been to で行くという意味が出てくるというところでね、ぜひ今日はこれを覚えてもらおうかということでございました。ではまた。